死神は人間の顔を見るだけで、その人間の名前がわかる。なぜだかわかるか。死神の目には、人間の顔を見ると、そいつの名前と寿命が顔の上に見えるんだ。名前と寿命？もちろん、今俺の目にはライトの名前と寿命が見えている。人間の時間に直すと何年かはっきりわかる。もちろん、そんなことは口が裂けても言えない。ここまで口の裂けている俺でもな。だから死神は殺す奴の名前がわからなくて困ることはないし、その人間を殺せば自分の寿命がどれだけ伸びるかがはっきりわかる。目が違う。それが俺とライトの決定的な違いだ。そして、死神は自分の落としたノートを拾った人間の目を、死神の目にしてやることができる。古くから伝承されてきた取引をすれば、だ。取引？死神の目玉の値段は、その人間の残りの寿命の半分だ。Shinigami can tell what a person's name is by just looking at their face. We know instantly. And do you have any idea why? Because through a Shinigami's eyes, a human's name can be seen above their head. Not only that, we see their lifespan as well. Their name and lifespan? That's right. I'm able to see your name and lifespan right now. If I converted that to human time, I could tell you how many years you've got left.But there's no way I'd ever tell you that. I may have a big mouth, but even I wouldn't go that far. Shinigami never have to worry that they won't be able to kill a person just because they don't know their name. And every time we do take a life, we always know exactly how many years we're going to receive. Our eyes just aren't the same, and that is the difference between you and I. However...If a Shinigami drops his death note and a human picks it up, he can grant that human the eyes of a Shinigami. But only if a deal is made, one that's been with us since ancient times. And what's the deal? The price for having a Shinigami's eyes is half of that person's remaining lifespan. That's all it is.なあ、ライト。俺たち死神は人間の寿命をもらって生きてる。どういう意味だ？デスノートに名前を書かれた人間は本来の寿命よりも早く死んで。死神はその人間が使わなかった命の年数をもらうってことか？死神はどうやって人間の名前を知ると思う？見えるんだな。ええ。顔を見るだけで、名前と寿命が。じゃあお前には俺の寿命も、あの男の名前も見えてるんだな。欲しくないか？死神の目が。そういうことか。で、代償は何だ？お前の残りの寿命の半分だ。論外だな。それなら。なあ、どうして死神がデスノートに人間の名前を書くと思う？人間の命なんてどうでもいいからだろ。死神は人間の寿命をもらって生きてるんだよ。寿命？ああ。例えば60まで生きる人間を40で死ぬようにデスノートに書くと、その差の20年という時間が俺様の寿命に足されるんだよ。じゃあ死神はどうやって人間の名前を知ると思う？ええ、俺様の目にはな、名前と寿命が頭の上に浮かんで見えるんだ。死神の目をお前にやろうか。どうしたの？ん？なんでもない。
だから名前と寿命が見える目、外にいる FBI の名前を知りてえんだろ。これ俺にもその目が。ああ、ノートの所有者にだけ死神の目にしてやることができるんだよ。今ならなんとお買い得価格で、目玉の値段は残りの寿命の半分と引き換えて取引してやろうかなあ、ライト。残りの寿命の半分。なあ、死神の目、契約しようぜ。あの男の名前、知りてえんだろ。死神は人間の顔を見ただけで名前がわかるって言ってたよね。ああ、わかるよ。じゃあ、エルに会えたら、やつの本名を僕に教えることもできるんだ。ああ、できるけど、死ねえな。なんで？人間がやることに死神が関わっちゃいけねえってルールがあるんだよ。ムカつくだろ。でも、でも、デスノートを拾った人間とある取引をすることができる。その取引をすれば、死神の目を与えてやれる。どんな取引？カゴいっぱいのリンゴとか。いいなそれ。その人間の残りの寿命の半分だ。どうだ、エルの名前がわかるんだぜ。それをノートに書けば一発お前の勝ちだ。チーラチーラなんてやつだ。まるで救世主チーラ、その正体はただのガキだ。